国近畿地方で地震発生。震源は吉野川、日野川流域です。中央構造線か。高知からの通信が途絶えました。青森湾西岸、津軽山地、能代断層で断続的に地震が発生しています。大臣、九州地方の通信網が全面的にダウンです。災害時特別措置法により自衛隊の出動を要請します。至急統合幕僚長に伝えてください。嘘をついて国民を騙すつもりですか。何も好きで嘘をつくわけじゃないよ。このままパニックを放っておいたら日本は沈没する前に国家が崩壊してしまうよ。嘘をつきたくないっていうなら世界各国との受け入れ交渉急げばいいじゃないか。それを首相臨時代理のあなたにお願いしてるんです。すぐに中国とアメリカに飛んでください。そういうことは外務省の仕事だろ。山本さんの二の舞はごめんだよ。総理には国民を守らなきゃならない義務がある。日本列島5年のうちに完全に沈没するということが明らかになりました。しかしながら政府は過去の災害の経験からこのような有事に際し即座に対応できるだけの体制を整えてまいりました。日本国国民は全員海外へ脱出していただくということになります。受け入れ先の国々に関しましては順次皆様にお伝えするということになると思います。すでに諸外国との連携体制は固まりつつあります。あとは地域ごとに家族単位で人数の調整を受け入れ先とするだけです。その後交通機関の状況を考慮し国民の皆様には各自治体が指定する避難場所に一時的に集まっていただくということになりますが、準備が整い次第空路回路を使って速やかに受け入れ国へと移動していただきます。政府は全国民の生きる権利だけどよ、とんでもねえことになっちゃったな。あと5年で日本が沈むとか言ってよ。でもよ、外国ってよ、俺たち一体どこの国に行かされるんだろうな。本当だよね。俺はね、ラスベガスかモナコだな。何言ってんだよ、貧乏人のくせに。うるせえな。貧乏人だからギャンブルするんじゃねえかよ。パチンコしかしたことないくせに。はい、安い。復旧の見通しは立っていない状態です。続いて空の便です。難民の受け入れ交渉の状況は？各国ともこれ以上の日本人の受け入れには難色を示してる。
現地の大使に伝えてください。もっと粘り強く交渉するように。分かってる。それから海外の船舶の確保。分かりました。旅客船でなくとも